こんにちは、プリンセスモナコです。今日はね、もやしの和え物したいと思います。もやし1袋あります。で、にんじんをね、3分の1本ほど刻みました。きゅうり1本刻みました。すでにそしてね、このカニカマがちょっと残ってるんです。4つほど、これも細かくして混ぜます。今ね、お湯沸かしてたんですよ。もやしをね、ちょっとさっと湯がこうと思って。その時にね、人参も一緒に湯がこうと思ってね、刻んといたの入れますね。今もやしも一緒に茹でます。あ、沸騰してきましたね。じゃあ 火を止めてちょっと洗いますよ。水分出てもいいように早く食べるようにしましょう。そして味もちょっと濃いめにしておきましょう。はい、もやしと人参、人参が細く切ったからね、ほら。だから大丈夫と思います。それにきゅうり1本とカニ足4個ほど残ってたの入れましたよ。これ和えていきます。ほんだし3分の1ほど入れますね。和風だし、お砂糖ちょっとだけ入れます。入れすぎたらね、甘いからね。小さじ3分の1ほど入れましたよ。醤油もちょっと入れました。ニンニク入れましょう。ニンニクチューブ入りのちょっとだけ入れますよ。醤油とほんだしとお砂糖ちょっとと入れました。これにごま油も少し入れますね。ちょっと好きな方はいっぱい入れてくれたらいいね。そしてね、白ごまの炒りごまを振ります。あらごまを入れていきますよ。ごまたっぷりで。ごまも入れました。ごま油とごま入れて、醤油とお砂糖とほんだし入れましたよ。そして味見してみましょうか。ちょっと味見してね。もしよかったら、足りなかったらなんかしなくてね。醤油をもうちょっと入れます。入れます。はい、
これで大丈夫。大丈夫ですね、いい味。いい味になりました。はい、簡単にもやしと人参と、何？きゅうりと、もやしと、かにゃしと、の和え物に白ごまを振りました。簡単に美味しくできました。先ほどね、ちょっと味見して美味しかったです。もう、よしわ。こんな感じ。簡単にね、あえるだけで美味しくなりました。あっさりして美味しいです。あっさりして美味しいけどね。ナンパ、一味唐辛子かけても美味しいね。ニンニクもほんのり効いていて、優しいあの味になってます。ごま油もちょっと入れたんだけど、結構中華風でもなくって、本立ち入れたからかね、和風で美味しいです。はい、今日もありがとうございます。美味しくできました。どうぞ。